はい、アイムです。よろしくお願いいたします。それでは今回は佐藤天彦九段対藤井二冠の王将戦リーグの一局のハイライトやっていきたいと思います。先手が佐藤天彦九段、後手が藤井二冠でした。で、なんと先手の佐藤九段が13年ぶりに、中飛車に構えたということで話題になりました。まあ、やっぱり前回永瀬王座がかなり久しぶりに四間飛車を採用して藤井二冠を倒したということがあったんで、まあ、佐藤九段としてもその流れにあやかりたいと、まあ、そういう気持ちもあったかもしれません。ということで藤井二冠は、いつも通り2枚銀の、形で佐藤九段の中飛車に対抗していきました。まあ、2枚銀は藤井二冠の得意戦法で、かなり中飛車に対して、勝率もいい格好ですね。ということで、4六歩に対して8六歩から7三桂と仕掛けるのが急所で、まあ、後からだとちょっと8六歩が間に合わない可能性もあるので、ここで突いておくのがいいということですね。で、実戦は佐藤天彦九段7八金としっかり、8筋の守りを固めていったんですが、やはり6五桂馬と跳ねていきました。で、ちょっと5九に引いてしまうのは、ちょっとこの4四銀と出て2二角4四銀6四銀で5五の位を狙ってくるのが非常にきついということで、佐藤九段は5五に利かしたまま8八角と引いたんですが、まあ、8六飛車とさばいて8七歩に8一飛車と引いて、まあ、一歩手持ちにしてちょっと居飛車がやれるかなという格好になっていきました。ちなみに AI の評価値はこの時点で、居飛車に、100点から200点ほど触れているという格好ですね。まあ、少し体感的にも居飛車が指しやすいかなという格好になっております。で、4四銀と出て、とうとう2二の角が働き出しました。で、5九飛車にもう一回8六歩とこの7八金の紐が切れたことを見越して8六歩同歩同飛車とさばいていきました。まあ、8七歩には7六飛車と踏み込んでしまおうという手ですね。まあ、ということで8七歩はちょっと悪くなりそうということで7七桂が振り飛車のさばき で、これで同桂成同角8一飛車と、桂馬を手持ちにして戦っていきました。で、5六桂馬と打つ手が第一感見えるんですが、ちょっと8筋がら空きのままでは危ないということで、銀桂交換してもあまり効いていないということで8七歩と一回手堅く打ちました。で、これに対しても5六桂は受けずに7五歩と行くのが好手で、同歩に7一飛車と待って次の7五銀が厳しく、やはりちょっと居飛車ペースかなというところですね。で、実戦はここで4五歩と佐藤九段が勝負手を放っていきました。まあ、同銀と取られて一見狙いがよくわからないと思うんですが、4六歩ともう一発打つのが狙いですね。で、同銀と銀をここまで行かせて、5四にスペースができたんで5四歩とついていきます。で、同歩と取らせて同飛車ですね。で、ここで例えば平凡に5三歩なら、3四飛車とさばいて、3三歩に3六飛車と銀あたりで引いて、これは振り飛車がいっぺんにやりそうな形勢なんですが、4二桂とここに打つのがまた渋い一着ですね。で、これで3四飛車とできないんで5六飛車と銀に当てて逃げるんですが、じっと3五銀とかわして、ちょっと4二に打たされた形がひどく見えるんですが、例えば5五歩5九飛車5四桂のような形でいつでも、働かせようと思えば働かせることもできますし、ここに置いておいても守りの駒として使えるということで、そんなに後手として損になっていなかったっていうのが大きいですね。やっぱりこういう桂馬を平気で打てるっていうのが藤井二冠の強さだと思います。で、佐藤九段も5三歩と攻めていきました。これ取るとちょっと危ない変化もありそうなんですが、例えば同銀なら同飛成同金6二銀と、飛車金両取りに打つような変化が、含みとしてあるということで、藤井二冠は危険を察知して5一金引きと交わしていきました。これも冷静な一着ですね。で、佐藤九段ここでちょっと手に困ったかと思われたんですが、5五桂馬と面白い手をひねり出していきました。ここで藤井二冠が少し長考に沈みます。例えば平凡に6二金のような手だったら、6三桂成同金に5二歩成と5筋を突破するような含みがありますので、本当に6二金で大丈夫かどうかとか、そういったことをちょっと考えた時間だったと思います。で、実戦は7六歩と藤井二冠が一発利かしを入れていきました。で、ここでさすがにちょっと次角取られてしまうと困るんで8八角と引いたんですが、そこで6二金と決断の受けを繰り出していきました。これは実本譜は違ったんですが、さっき言ったこの6三桂成から5二歩成という攻めが
見えているだけに藤井二冠としても本当に怖いんですが、ここで3一金と寄るのが攻守で後手が少しいいというふうに AI が判断しておりました。まあ、ちょっとエルモ囲いのような形を作って、後手陣硬いですね。で先手はと金を作ったんですが、まあ、4二の桂馬と交換するぐらいしか使い道がないので、まあ、そんなに出がしていないということですね。まあ、ということで、ちょっとこの形はエルモ囲いのような形が硬くて後手がちょっといいということで、実戦は6三桂成を断念した佐藤九段。しかしすごい手を見せていきました。それが6五銀ですね。これがまたすごい手で、仮に同銀ですと4三桂成という筋があります。で同玉なら8八の角で2二の角が取れるという寸法ですね。また6五銀っていうのは派手な手があったものだなというところで、で同銀と取ると4三桂成で決まってしまうんですが、藤井二冠は5五銀と冷静に桂馬の方を外しまして、これで一応急場をしのいだという格好になりました。で先手としてはここで同角と取る変化も有力だったんですが、まあ、実戦は同飛車と取って5筋の利きを通していきました。でここで藤井二冠一回は5二銀などを受けるのかなと思ったんですが、なんと1五歩と手抜きで端を攻めていきました。まあ、藤井二冠がこういう風に端を攻めるときは、まあ、大体勝つときっていう感じがするんですが、本局では善悪は微妙だったようです。が、まあ、同歩と取って1七歩と利かしていくんですが、まあ、先手に持ち歩が入ったのも大きいですね。で、2四桂馬と、次1六歩という攻めを見せて、控えの桂を打っていったんですが、佐藤九段は2五銀としっかり受けていきました。で、藤井二冠は3三桂馬と追撃の桂馬を跳ねていったんですが、ちょっと角道が止まってしまったのも大きく、若干ここでまた先手がわずかに指せる流れになっていったようです。で、同歩に、一回1四歩と突いていったんですが、ここで藤井二冠2五桂馬と跳ね出して、角が効いて、またちょっとここで後手が盛り返したようですね。ここでは一回7四桂という面白い手があったようです。で、6一金に、5六飛車と、まあ、7四桂と打つことによって7五飛車とさばく手を消してから5六飛車と引いて、これでこの飛車が端によく効いてまして、あと7六飛車と取って働かせる含みもあるということで、これなら先手もかなりやれていたということでした。で実戦は1四歩と突いて、まあ、1二歩と受けさせれば得なんですが、2五桂が強烈な返し技 でこれで次17桂成と取られてしまうと困るんで、1六香車とかわすんですが、まあ、そこで一発1五歩ですね。これが面白い利かしで、抜かりのない利かしで、ほっとくと例えば先手から1五桂馬と置くような筋がどこかしらである可能性があったんで、一発1五歩で消すっていうのが非常にこう慎重な指し回しですね。で同香に1二歩と受けて端を収めていきました。でまあ佐藤九段としても5六飛車と一回引いて、で藤井二冠は7七銀とギアチェンジして打ち込んでいきました。で、まあ、同金同歩成7九角と進行したんですが、まあ、そこで7五飛車と眠っていた飛車をさばいて、まあ、若干やりそうかなというところですね。ただここでは、本譜では実現しなかったんですが、まあ、3五角という勝負手もあったようです。以下同歩に5二銀と絡みついて、まあ、これはギリギリの変化ですね。佐藤九段としてはこういう変化も考えられたというところでした。で実戦は7五飛車に対して、6六歩と突いたんですが、これが疑問手で6七と金と寄って藤井二冠の攻めが非常に速くなりました。まあ、次に角取りもあるし、場合によっては6六ともあるしというところですね。で以下、9七角と角を逃がしつつ飛車に当てたんですが、7八飛車成が高敏な一着になりました。でここからははっきり後手が優勢ですね。で、遅ればせながら5二銀と打ったんですが、3一金というのがエルモ囲いのような非常に硬い囲いで、これでちょっと寄りつく手が難しいということですね。で佐藤九段は4七桂馬と打って粘っていきました。でこれ次に3五桂馬と取れれば大きいですし、4四銀のように引かせればまたチャンスが出てきそうということなんですが、4五金と藤井二冠手厚く打って、以下1六飛車に4六銀と銀を逃がしつつ4七の桂に当てていきました。
まあ、これ6七と金の応援も聞いて後手がもう優勢から勝勢の間ぐらいという形勢になっております。で、佐藤九段としてもちょっと4八歩と受けるようでは到底勝ち目がないということで4四歩と一発効かしていきました。まあ、同金と取ってくれれば4六飛車と銀が取れますし、同歩も4三歩と打つスペースがどこかで生じるということでいやらしい効かしなんですが、まあ、強く同角と取って、これは今度端が弱くなってしまうんですが、まあ、その分4四角が1七の地点に効いていたり、非常にこう厳しい角になっているということですね。で、実戦は1三歩成、同歩、同香成と佐藤九段が薄くなった端から攻め込んでいったんですが、藤井二冠構わず4七銀成と取りまして、で4八歩にも一回1五歩と細かく利かして横に使われないようにしてから同飛車に4八成銀としたのがほとんど決め手級の一着 でこれで後手が勝勢になりました。まあ、なぜ1五歩を利かしたかっていうのは後ほど出てくるんですが、以下2三銀3三玉4九歩と佐藤九段が受けたところで、ここで1五歩の効果が現れます。3七桂成ですね。で、同桂に3六桂馬と、まあ、飛車が横に効いていないことをうまく利用して打ちました。で、これで2九玉で、ここで佐藤九段が投了となりました。以下は2九玉と引いても2八金で先手玉詰みでございます。ということで、これで藤井二冠が1勝3敗、そして佐藤九段が1勝4敗ということになりました。藤井二冠はまだまだ苦しいながら、残り2連勝すると、結構残留の望みもあるということで、なんとかリーグに残って、また来季挑戦を目指してほしいなと心から祈っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと、大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。